ははいいどううもおはようございますダークネスローズですえっ、ー、と寝起きなんでねちょっと声が荒れなんやけどえっとね昨日別にあの早寝ってこともないけどちょっとあの個人的に通話がかかってきてたんであの話せなくて話せなくてっていうかラジオ取れなくてでまあ何あと,となく朝早めに起き 目が覚めたんで、起きたっていうか、まだ出ると思うけど <laughs>、まだ二度寝すると思うけど、こんな早く起きる必要ないんで、二度寝はするとはいえ、起きちゃったんで、目が覚めちゃったんで、まあ、撮ろうかなと思って。はい、えーと、うん。まあ、ちょっと遅くはなったんやけどね。いつもは日付変わってすぐぐらいに撮ってるんで、はい。えーと、今日は1月の17日やな。月曜日。 えーと皆さんいかがお過ごしでっていう感じであのー、昨日昨日のまあ日曜というかまあ土曜まあ実際会ったのは土曜かに会ってあのウィンウィンウィンねあれめちゃくちゃ面白くて、まあ、昨日俺それについての話をさせてもらったけど、うんまあ、めちゃくちゃ反響あるよねすごいよねやっぱりまあやっぱ一大番組だみたいなねもう YouTube の枠超えてるレベルだと思うよねでしかもまあ今回はその宮迫さんのあれで牛宮城の話 あったりとかんでまあそれについてそのアンサーというか光んとかがねちゃんとそのこれはこういうことですよみたいな話をすぐにねもうあの,あの人早いから動きがそういうのが出たりとかまあそういう関連の動画がポンポン上がったりとかしてんまあなかなかやっぱりすごいよなっていう感じやったんやけどまあ昨日はねどっちかっていうとその アンチがどうだとかそういう話に俺も入ったしまあ実際そのあの件があの件がっていかそのウィンウィンウィンがあった以降にもそのアンチってまあそれまではねいわゆるどうせやっても失敗するからやめとけっていう話にシフトしてたけどまあまあそもそもあれが作りであったというかそのまあお笑い芸人として宮迫さんが大げさに言ってた部分が大きいと実際問題そこまでやばくないんだよって。 まあ言ったらそのノーブルだっけ会社の資本が入っててまあそこでがっちりやってってんだろう広告費とかでお金も回収できて言ったら宮迫さんが例えばその時計を売らなあかんとかっていうことを言うから悲惨に聞こえてたけど実際問題そこまで悲惨ではないという要は腹が痛まないとだからアンチとしてはただの茶番やんかって結局ね。 その今まではそのある意味ちょっと心配してるみたいなアンチのトーンもあったけどそのどうせお前やっても失敗すんのになんでそんなことすんのみたいなね感じやったんやけど今はどっちかっていうとでまあそれと同時にそのノーブルの,あの若林さんだっけあの宮迫さんと一緒に経営してるなんか。 あの人が要はその光くんと揉めた時揉めたっていうか光くんとその共同経営あの撤退するってなった時にあの人があの段階で出てきとけば話がまとまってたのに光くんがそう言ってたからね今更出てくるんかいみたいなこと言ってまあそれはすごくわかるんよ確かにもっと早く出てきた方があの話きれいにまとまったのにあの人が出なかったまあ出なかったというより宮迫さんが出さなかったんだろうなとは思うけどまあ言ったら。 その男気じゃないけどそういう感じで出さなかったんだろうけどうーんまああれのせいでややこしくなってしまった部分も大きいよなってあの人がもうちょっと早く出てたら下手したら本人も光君も言ってたけど撤退しなくて済んだかもしれないっていう話もしてるぐらいだからねまあそれは分からんけどそのたられ場で言ってもしょうがないんで。 あの何とも言えないけどただもうちょっと早く出れたら出た方が良かったよねって結局出るんだったらねまあずっと出ないんだったらそれはしょうがないよ表に出ない人ですって言うんでその一切動画とかそういうものに出てこないんだったらそれはしょうがないけど実際問題今回こうやってその引きずり出されたではないけど出てきたわけでしかもそのウィンウィンウィンっていう一番でかいところで出来上がってるからその注目もむちゃくちゃ激しいし。 まあもちろん批判も来るだろうしね。うん、だからまあ、出てくるタイミング遅いよなとは思ったけど、まあまあ、でも良かったんじゃないと思うよね。うんちゃんといろんな部分をその中田のあっちゃんが深掘りしたりとか、素晴らしかったと思います。まあまあ、これ以上ね、ウィンウィンウィンの話をしてもしょうがないんよ、<laughs> 正直ね。俺がそれの話をばっかりしてで、毎日その話続けてもしょうがないんで、ぶっちゃけこれはこの辺にしとこうかなと思って。 で、これちょっとね、緊急で動画撮ってるんやけど、ひかるくんのまねね、緊急で動画撮ってます、みたいな。あのー、これね、まあ、緊急でっていうか、まあ、実際そのラジオ動画は毎日撮ってるんやけど、あのー、本来はね、なんか別にグダグダいつも通りのグダグダの話、さっきのウィンウィンウィンの話とか、そういうので終わろうかなと思ってたんやけど、えっ、ー、とー、 まあね、とあるコメント欄、多分そのそれこそ牛宮城関係の話だったと思うけど、まあ、もうその話の元ネタもよくわからない状態ぐらいもう時間も経っちゃってるんやけどね光、まあまあ、んの関係の動画だったと思うんやけどそこの絡みでいろいろとその俺に対する指摘、まあ、俺コメント欄に俺がいたからねそれに対するでお前どうなのよみたいなそのコメントがあったりしたんやけどで、まあ、俺のコメントとか俺の動画にも来てるんよねそういうコメントが23通は。 その「俺普段ん何してるんですか?」みたいな要はその配信活動とかその表に出る活動以外のことで何してるんですか普段どういう方で生計を立ててるんですかみたいなそんなこと言うわけないやん俺がお前らにっていう話なんやけどまあそれはいいよ気になるのは全然いいよ仕方ないし。 それなんか謎に包まれてるみたいなことよく言われるし何やってるか分からんって言われがちやから何もやってないと思ってもらっても全然いいよニートだと思ってもらっても全然あの生活できるんであればニートでも何でもいいんでね実際そのなんか親の金で生活してようがなんか宝くじが当たって生活してようが何なんなんとも思ってもらっても結構なんやけどそ,のそこじゃなくてそこは別にいいよそこじゃなくて俺が一番イラッとしたのは えーとーこれほんまにキンキンの話で朝,、えー、朝じゃないな昨日の夜中かなだと思う昨日の夜中っていうか、まあ、今日日付変わってから夜中の話なんやけど多分2時ぐらいか3時ぐらいそんなもんだったと思うんやけどそこでまあコメントのやり取りその光くんの動画かなんかのコメ,コメ欄のやり取りで俺に向かってねその、まあ、言ったら俺のって登録者も少ないやんか160何人でんで。 まあ再生数はまあ160何人はしょうがないとして再生数自体がまあそのアベレージ的にその2桁が多くてその実写の動画が2桁100とか200とかになってでゆっくりが100ぐらい再生がそんな感じなけどアベレージがだからそのラジオ動画なんてはっきり言ってほんまに2桁なんよ基本そのちょっと話題,話題性があったりとか そのネタとして面白かちょっと面白かったものだけは100回ってるけどそれ以外はその2桁で止まってるんよね動画のアベレージがね。でまあそれに対してそんなことは俺は理解してるしだからどうってことはないんやけどまあそれが今の俺の実力だから仕方ないんやけどそれに対してそんなんでよく気が狂わねえなとか。 あの光くんとかコムドットはそれなんかもう秒で稼ぐような数字じゃないですかって当たり前でしょだからその実力的なものもそうだけどそ,うい,うそいつらはそれだけのもう配信力その集客力を持ってるしで俺はそれを持ってないとで,で持ってないのに毎日それ続けてよく続けられますねって続けられなかったらやってないからそもそもでもっと言ったら光くんとかそうでもそうだけどもっとまあ他の底辺の YouTuber も全部含めて その現段階で例えば1万稼げて1万ビューを稼げて,稼げてる YouTuber だったとしても初期の頃は10人100人しか来てなかったりするわけよ言ったらであのゲーム実況とかでもえーとその同時接力がまあ10人とか20人とかまあ多くて100人とかぐらいのレベルだったりする人も多いわけよ最初はそれがまあその人気になってきて1000人だったり1万人だったりまあ下手したら10万人だったりするわけよでもそれは。 言ったら同時接力で言ったらそのリアルタイムの配信になってるわけよだからその場で人がバーッと集まったりするんよねやけど動画なんて結局後から増えていったりするもんだから何とも言えないけどどっちにしても集客力がなくて影響力がない時点ではそんなものないよその何十人見るだけでもすごいし下手したら100人でもすごいんよねうんやけど まあそれがすごいかそれとも全然見られんやんダメやんって思うかどうかはまあ本人次第だけどその結果が出てないからってそれがね例えば1年だろうが2年だろうが何なら10年だろうがそれが続けられないようなメンタルとか地盤であると自分のねその例えば仕事の時間が取られて全然できないとか。 そ,のそういう理由を言い訳にしてさやらなくなるとかそのメンタルきついとかもう心が折れたとか言ってるようなやつはこんなのやらない方がいいし、うん、そんなもんで折れるわけねえだろバカなんじゃねえのって思ったよはっきり言ってなんか多分お前よくやるねそんなんでってなんか煽ってるのかいマウントかけてるのか知らんけどあの無駄だからそんなの何とも思わないからはっきり言って、うん、あのだから何っていう話なんで基本的にはい。 うん、ほんまに頭悪いアンチが多いですね。はい、そんな感じでダークネスローズでした。バイ。